佐野優と、黒髪復活、初お披露目、来年の顔、に思わず本音とろ3日、都内にて、日経トレンディ、日経 BP 社、が選ぶ、2023年ヒット商品ベスト30&2024年ヒット予測ベスト30の先行発表会が行われ、俳優の佐野優斗が、来年の顔、として登壇。黒髪姿をお披露目した。佐野優斗、2024年の抱負語るブラックスーツに身を包み、スマートに登場した佐野。最近イメージチェンジしていた金髪から、再び髪を黒く染めた姿を公の場で初披露した。今回は、来年の活躍を期待されての受賞ということで佐野は、すごく嬉しいですがプレッシャーですよね。来年になった時、今年の顔にならなかったら、選ばれなかったんだな、こいつ。ってなっちゃうんで、と笑い混じりに本音を吐露し、会場の笑いを誘っていた。また2023年を振り返り、今年はドラマや映画に出させてもらったけど、MLK として初めて横浜アリーナでライブをした、とグループについても触れ、将来的にはグループでドームツアーをするというのが目標です。来年はそこに近づけるように頑張りたいです、と抱負を明かした。ぬくみめる、今年の顔、選出俳優として映画やドラマで活躍し、ボーカルダンスグループ MLK のメンバーとしても熱狂的なファンを持つ佐野。2023年は、4月から NHK 夜ドラ枠の、お隣に銀河、で主演を務め、7月からは K ドラマ、トリリオンゲーム、で目黒蓮、スノーマン、のバディ役を務めた。また、劇場版東京メール走る緊急救命室は上半期の実写映画で1位のヒットに、2024年、さらなる活躍が期待されることから、来年の顔、として選出された。なおこの日は、今年の顔、として選出されたラグビー日本代表の松田力也選手、モデル、女優のぬくみめるも登壇した。